はい。皆さん、こんにちは。アイデット株式会社執行役員、エバンジェリストの後藤と申します。本日はですね、少々お時間いただきまして、100% Google クラウドで実現する次世代小売業会員カードアプリ構築の裏側というタイトルでですね、Google クラウドをふんだんに活用してですね、お客様のですね、カード会員アプリを構築した事例をですね、エッセンスを残さずですね、お伝えしたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい。それではですね、早速自己紹介の方からさせていただきます。改めまして、アイレット株式会社執行役員エヴァンジェリストの後藤と申します。普段はですね、マーケティングやパートナーアライアンス等々、今回のようにですね、Google クラウドさんとの協力にもとにですね、新たなサービスを考えたりとか、新規事業等々などを担当しております。本日はですね、このような流れでご紹介をしていきたいというふうに思っております。まあ、会社紹介、そして Google 様との取り組み、そして今回メインであるですね、顧客の事例ということでご紹介をして、最後にちょっとまとめということでポイントをですね、ご共有したいと思っております。はい。まずちょっと最初にですね、アイレットとはというところで、まだご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、会社紹介を少しだけさせていただきます。我々ですね、2010年よりクラウドの事業を立ち上げ、パブリッククラウドを中心にですね、お客様向けにデリバリーを、日本のお客様向けにですね、クラウドの実装をですね、ご提供しようとしてですね、事業を立ち上げてきました。生まれはですね、遡ること2003年でですね、システム開発、受託でやっているような会社でしたけれども、そこからですね、クラウドの事業が入ってきまして、ビジネスとして成長していけるような会社になってきております。まあ、我々がですね、これまで12年間の間にクラウド導入できたお客様がすでにもう2500社ほどになっております。また、昨今のクラウドのですね、盛り上がりというんですかね、日本の企業の方々もあらゆる局面でクラウドを使うということが増えてきていると思いますので、年間で我々が取り扱っているプロジェクトの数というのがですね、もう4300以上にもなってきております。我々もですね、こういった環境を信じてやってきてますけれども、昨今の企業ニーズは非常に大きなものになってきているなというふうに体感しています。で、我々がまあ自分たちで実績だけというわけではなくですね、Google クラウド様との取り組みでもですね、プレミアサービスパートナーになるとか、あとはですね、マネージサービスプロバイダー、そしてインフラストラクチャースペシャライゼーション、アプリケーション開発スペシャライゼーションということで、様々な角度でですね、我々がただクラウドを提供するだけではなく、付加価値がですね、お客様にとって経験値があるということをですね、Google さんからも認定いただく形でですね、証明できているんじゃないかなと思っております。これに限らずですね、様々なサービスやソリューションの組み合わせでですね、Google クラウドをこれからもお客様に提供していきたいなというふうに考えております。で、我々ですね、開始当初から、クラウドを日本のお客様に提供しようということでですね、すごく利便性のあるサービスをですね、いくつかコアのものとして掲げてきています。それがですね、クラウドパックというブランドで行っておりますけれども、パブリッククラウドの良いところの一つでもありますけれども、重量制でですね、時間単価が決まっているみたいなところや、そういったところがですね、実は日本の、古い習慣といいますかね、社内で林業を通して、例えば請求が見積もりがあって請求が回ってくるみたいな局面において、なかなか使いにくい、局面がありますので、日本の慣習に合わせる形で、紙で、日本円の請求書を発行するみたいなところから、本当スタートするような、請求の代行支援という部分と、あとはクラウドをですね、導入して終わりではなく、ビジネスをやられている方はですね、そこからは重要なので、我々が24時間365日、監視と運用をお手伝いするようなことも同時にですね、提供しています。で、当然クラウドインフラをですね、作るという局面もありますので、当然コンサルティングとかですね、設計の支援をした後に、実装という意味で構築、インフラ構築を行っていますし、右の開発というものはですね、クラウドネイティブなサービスも含め、ふんだんに使った環境でクラウド上に、システムを作るみたいなところもですね、お手伝いの中に含めています。まあ、そうすると、そのクラウドのですね、導入設計、構築運用をですね、中心に、様々なインフラ環境をお客様に活用していただくような、フルマネージドサービスというものをご提供しています。Google さんともですね、取り組みを行いながら、世界トップレベルのですね、テクノロジーをですね、日本のお客様にどんどん提供していきたいなというふうに考えています。その取り組み、具体例みたいなところも少しご紹介していきたいと思います。
先ほど触れてますけれども、もう2010年からスタートし、12年間、クラウドインテグレーターというふうに最近では呼ばれますが、クラウドを得意とするっていうんですかね、システムインテグレーターとして実績を重ねてきました。Google さんとの取り組みにおいてはですね、2019年に、プレミアサービスパートナーというところで最上位のパートナーとして、活動がちゃんとできている状況になりました。MSP 認定を取ったことによってですね、これまで普通に提供するだけではなく、それらをですね、活用して、お客様に付加価値を提供できる、それを長く運営していけるパートナーとしても認定され、これまで以上に活動をですね、推進していきたいというふうに流れになっています。で、我々ですね、単に Google さんのサービスも良いんですけれども、それだけではなく、個別のお客さんや業種、業界に向けてですね、必要なニーズであったりとか、ぽっかり空いているところを埋めるためのですね、ソリューションなんかもいくつか出させていただいています。その例としてはですね、ストリームバックオン Google クラウドということで、例えば動画の配信を Google クラウド上でやりたいといった場合にですね、動画管理用の CMS、コンテンツ管理システムというものを我々の方で用意をして、元の素材をですね、管理画面上にアップロードすると、各種デバイス向けに自動的に変換をしてですね、配信ができる。いわばその自分たち用のですね、スモール版の YouTube のようなですね、環境を作ってですね、例えば教育の現場、あと社内での利用みたいなことを想定した利用できるようなものも提供しています。また、セキュリティに関してもですね、サードパーティーの製品と組み合わせて、さらに運用が楽になるとか、セキュリティが強固になるといったもので、組み合わせ出していますが、ワフチャンフォーグーグルクラウドというものもですね、サイバーセキュリティクラウドさんの商材をですね、我々がお客様のために Google クラウド上に導入をするようなこともお手伝いしています。また、Google クラウドといえばというところで、データ分析が非常に多数のサービスが作られていますけれども、それを活用されたいお客様も非常に増えてきてますので、あらゆるフェーズ、あらゆる状態のですね、お客様に、向けにサービスができるようにですね、すべてかパッケージ化するわけではなくですね、利用的にできるようにソリューションとしてご提供しています。もうフロントエンドの開発、データ収集から最後可視化の部分までできるような体制となっております。そして、マイグレーションパック for Google クラウドということですね。名前の通りですけれども、これまでオンプレミスやデータセンター等々で使われている環境をマイグレーションしたいお客様向けにですね、我々がトータルでサポートするようなソリューションもご提供させていただいています。何からスタートしていいかわかんないお客様やですね、今の規模をどうやってクラウドに持っていくのかって悩まれているお客様向けに、我々がガイドする、経験者としてガイドしながらですね、どういった計画を立てればいいのか、また、Google クラウドのサービスに置き換える際にどのようなものを選べばいいのかということをですね、アドバイスをしながらスムーズな移行を実現するようなプロダクトになっております。はい、本日はですね、メインの顧客事例の方に移りたいと思っております。今回ご紹介するのは OK 株式会社様になっております。OK 様はですね、OK ストアというものをお持ちで、高品質エブリデイロープライスを掲げてですね、良い商品というのはですね、価値があって美味しくて鮮度があって健康に良いものというものをですね、選んで販売されている、小売店になっております。で、今回はですね、もともとそのスーパーのですね、お客様の満足度が高いんですけれども、それを支える、顧客とのですね、つながりという意味で会員カードというものが存在しますが、これをですね、より利便性を高め、さらに満足度を向上するために、スマートフォンの、アプリ化をするというお話が、我々の方に依頼が来ました。で、我々ですね、システムだけではなく、インフラだけではなく、デザインから含めて今回ですね、ご支援をさせていただいたような例になっています。この辺をですね、詳しくお話をしていきたいと思っております。まずですね、先方 OK さんからですね、いただいた課題、そしてご要望の部分をシンプルにこのようにまとめてみました。もう先ほど触れた通りですね、会員証のアプリ化ということでですね、これまでプラスチックカードで運用されていた会員証をですね、スマートフォンのアプリでも利用できるようにしていくということが狙いとしてあります。そして、せっかくそのアプリをですね、顧客の接点に据えるわけなので、顧客ごとにですね、パーソナライズされた情報の配信をしたいということで、例えばオリジナルの商品やですね、今、おすすめの商品であるとか、そういったレコメンドの発信であるとか、あとはもう一般にどの店舗でも必要そうな、どのお客さんにも必要そうな機能として店舗情報であるとか、その他最新のお知らせみたいなものの提供方法みたいなことを実現したいと部分と、あとはそのインタラクティブにですね、どんどん改善していきたいということもありますので、フィードバック、お客様からのですね、フィードバックを回収する仕掛け、
アンケートであったりとかですね、アプリ内のさまざまな箇所でいいねみたいなものをですね、回収していくことで、その後のですね、アプリや、キャンペーンであるとか、会員、それこそ会員カードの仕組みみたいなのにも良い影響が出るような、データをですね、収集するということを行いたいということをお聞きしています。で、我々がですね、その内容を吟味して、そして、既存のシステムもですね、吟味して、提案した内容というものがこちらになっております。もちろんスマートフォンのアプリを作るというところで、手元のですね、スマートフォン上に動く iOS、Android のアプリはもちろんのこと、サーバーサイドの仕組みであるとか、インフラの部分も含めてトータルでですね、ご提案を差し上げています。で、今回ですね、既存の会員カードの仕組みはすでに存在していますので、会員管理の仕組みの部分をしっかりご提案させていただいております。旧来のデータベースからの移行であるとか、あとはその、旧来の仕組みのカード会員、と新しいアプリのカード会員をですね、両方とも管理できるような仕掛け、とスマートフォンのアプリの部分、そして、先ほどご紹介した、スマートフォンアプリへの配信する情報をですね、管理するためのコンテンツ管理機能というものをご提案しています。で、加えてですね、従前からそのお客様の方ではデータを収集はしていましたけれども、アプリが新しく存在し、新しいこれまでの取り組みというのが行われていく、環境になりますので、さまざまなデータをですね、先を見越して、収集をしてですね、購買情報や顧客情報と組み合わせた分析ができるような環境というものも同時に、構築するというご提案を差し上げています。で、シンプルにですね、どういう機能を有しているかというものをこちらの図でご紹介したいと思います。左側にですね、スマートフォンのアプリとあります。皆さん多分ご存知の通り、この中には、こういった細かな機能が入っています。会員情報の登録、更新、会員証を出すという表示の機能であるとか、お知らせとかですね、バナー、等々ですね、シンプルに皆さんも、その他の、接点でですね、体験したことあるようなもので、存在しています。また真ん中にですね、新しく、新会員 DB というものを据えてですね、その横にですね、会員情報の照会機能であるとか、プラスチックカードの、管理などなどを行えるようなもの、プラス今度はですね、コンテンツの管理の機能を、実現しています。 OK の担当者様はですね、コンテンツ管理の機能をですね、管理画面として用意していただいて、日々の、活動をですね、上げていただくということになっています。右側にですね、既存システムのデータベースが3つほど並んでますけれども、既存で運用されている会員 DB についてはですね、初期移行、あとはネットスーパーで会員になりますので、そういったデータもですね、一度、新会員 DB に移行しています。で、POS のですね、購買データに関してはですね、もうニアリアルタイムということで、ほぼリアルタイムに近いんですけれども、分析基盤の方に投入することによってですね、ほぼリアルタイムの状態でお客様の購買活動であったりとかですね、店舗とかの状況を見ることができるような分析機能などもですね、同時に実装させていただいています。で、これらをですね、積極的に Google クラウドのですね、マネージドサービスを利用すること、また可用性の観点から極力そのクラウドのですね、良い部分、スケールできる部分などなどをですね、利用することによって最適な環境をご提案しています。また、既存のですね、状態を、そのまま持って作るだけではなくて、今後のビジネス展開であるとかですね、急激なアクセスなどなどにも備えてですね、ストレスなく柔軟にスケールができるような構成の設計も行っております。またセキュリティ面もですね、かなり意識をして構築してますけれども、決してその運用効率であったりとかコスト効率が下がらないような、配慮したインフラ設計を行ってですね、柔軟な対応を行えるということを実現しています。で、システム的なですね、構成図こちらに少し、細かいんですけれども挙げさせていただきました。会員アプリの方からのアクセスというのはロードバランサーを通じてですね、クラウドランという機能を使っています。こちらはですね、仮想サーバーではなくファンクションになりますけれども、こうした機能を使うことによって同時アクセスであるとかですね、不要な場合には起動されないといった形でですね、環境の最適化、コストの最適化等々も行っています。で、性的なコンテンツについてはですね、クラウドストレージから配信する形でですね、ロードバランサーを通じてやっています。またセキュリティ面考慮してクラウドアーマーというものを使ってですね、そこで WAF のようなものですけれども、それを使ってですね、防御とか行ったりとかもしています。で、左下 OK 様 PC のアイコンがありますけれども、こちらもですね、同様に、ロードバランサーを通じて、クラウドラン機能を使ってですね、各種データのアクセス等々を行っています。一部右の方にですね、他のクラウドがありますけれども、こちらは
従来からあるものなので、そちらから一部連携をする形でですね、必要なものだけデータを取り出してですね、処理をしているようになっています。一番下にクラウドファンクションズとありますけれども、非同期ではデータ処理が必要なもの等々に関してはですね、こちらの機能を使って実現をしています。また、右上にアナリティクス、ビッグクエリー、データスタジオ、ルッカーとありますけれども、先ほど触れた通り、今後のデータの分析のためにですね、こういった基盤を作っています。左側のですね、簡易アプリから長く矢印が伸びてますが、簡易アプリの中の動きもですね、アナリティクスの中に統合的に収集データを収集して、そしてビッグクエリー、データスタジオで分析できるような環境にしてですね、OK 様の様々な方がですね、見れるようにしていると。状況になっています。スケジュールに関してはですね、細かいんで、省略させていただきますが、基本その、ウォーターフォールのように見えますけれども、デザイン制作、アプリケーション開発は同時並行に進めていてですね、途中で何か変更が必要になった場合にもですね、柔軟に対応できるということも、ワンストップでお仕事させていただいてよかったんじゃないかなと思っています。実装面で我々もお客様を気づいてですね、これはこうあるべきだというディスカッションを行った後に、機能面での変更がデザイン的にどう影響が出るかとか、あとは後工程にどう影響が出るかということを、まあ、社内でディスカッションができてですね、素早く対応することができたというのもですね、非常に今回、このプロジェクトの中では重要な要素の一つだったかなというふうに感じています。また、スコープにですね、脆弱性診断なんかも入ってますけれども、こちらも我々の方でアレンジをしてですね、お客様に提供しているようなものになっております。で、Google クラウドにそもそも備わっている機能がですね、かなり多くございますので、ほとんどのことはできますけれども、そのスコープに入ってないものもたまに、存在しています。そういったものについては我々の方で、サードパーティーのものも含めてご提案することが多いんですけれども、今回で言うとですね、例えばテスト用のアプリを配信するみたいなところに関してはですね、Firebase App Distribution というものを使って効率的に行いました。また、アプリ内操作イベントについては先ほども触れてますけれども、Google Analytics を使ってですね、イベントログを取って効果測定やですね、コンテンツの質がどうだったみたいなことを見れるようになっています。またセキュリティに関してもですね、我々からご提案する形でクラウドアーマーみたいなのも採用してますけれども、そういったことがですね、 Google クラウド外、 Google クラウド内外ですね、サービスが整っている状況で我々が選択をして構築することができたというのも非常に良かった点の一つになっているかなと思っています。ここに書かれてないことでもですね、例えばクラウドランの中のログをですね、ニューレリックに連携してですね、一緒に統合的に見ましょうみたいなこともですね、プロジェクトの中でご提案し実現できたところが非常に良かった点になっています。また我々ですね、デザイン面でもですね、非常に頑張っているというか、各お客さんごとにですね、きちっとご提案差し上げています。まあ、基本的な UI、UX 設計を行ってますので、こうした調査からスタートし、設計デザインまでを今回も行っております。今回のですね、アプリについてはこんなようなデザインになってますけれども、お客様らしい、まあシンプルで品の良いデザインということや、また、店舗の表示と似たようなところもきちんと使ってですね、既存の会員様に分かりやすい形にしています。また、会員カードが主なのでですね、それがスッと出せるようなですね、動線設計などもご提案させていただいてですね、アプリの方を実装しています。はい、今回のですね、事例でのポイントなんですけれども、既存のデータウェアハウスですね、ビッグエリを生かして、そのままですね、拡張するようにですね、会員データやアプリケーションデータ、または、ユーザーの操作のデータをですね、一元管理できる環境を構築してですね、今後につながる点が良かったと思っています。またですね、Google クラウドプラットフォームだけではなくて、アプリケーションを開発する、その途中というんですかね、ツールとしても必要なですね、Google サービスを活用して、シームレスな、まあ、開発化から運用まで、構築運用までということを実現できているかなと思っています。またですね、今回テーマになってますけれども、デザインからですね、アプリ開発、インフラまでワンストップでご提供することができたことによりですね、お客様の要望とかですね、課題というものを柔軟に取り入れながらスムーズな進行ができたかなというふうに考えています。さらにですね、このデータ分析基盤を作ったことによって、なるべくお客様はですね、データにフォーカスをして、将来データ活用に向けたフォーメーション設計ということでですね、ビジネスを成長させ続けることができるような環境ができたんじゃないかなというふうに考えております。はい。最後にまとめをさせていただきます。我々 iLET とですね、Google Cloud さんで提供できることということで、当然ながら効率的な設計開発、ワンストップでやっていることによってできること、当然ですけれども、お客様のビジネス以外のですね、インフラの部分はですね、我々がサポートすることで運用負荷軽減を実現できています。当然我々ですね、Google のエキスパートが多いのでですね、質の高い、しかも最短でですね、実現できるようなことが可能になってますし、マネージドサービスをですね、ふんだんに利用してですね、
効率化を図っています。また組織力とかですね、内部で有するケーパビリティを最大限に発揮をして、さまざまな課題とかを具現化できたんじゃないかなというふうに考えています。さらに今もですね、運用をお手伝いしていますけれども、将来にわたってお客様とですね、一緒に考えながら伴走させていただいて、さまざまな接点でですね、ビジネスの発展をサポートしていけるようなパートになれたんじゃないかなというふうに思っております。繰り返しになりますけれども、Google クラウドをiLET で提供できることといえばですね、まあ、サービスをですね、取捨選択して設計、構築だけではなくですね、専門家チームが運用も含めてワンストップで提供している部分であるとか、我々自身がパートナーのですね、トップグループにいることによってですね、チャレンジもしながら新しい機能とかサービスをですね、お客様にどんどん提案できるようなパートナーにどんどん変化していこうと、そういった流れになっております。今回ご紹介できなかったサービスもですね、多数ございますので、ぜひホームページの方をご覧いただければと思っております。同時にですね、今回のような事例以外にもですね、さまざまな種類の Google クラウドを活用した事例がございますので、ぜひ、ご紹介させていただいてですね、皆さんに見ていただければというふうに思っております。はい、以上でですね、 Google クラウドをふんだんに活用した OK 様事例のですね、ご説明、そしてポイントのご紹介というものを終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。